ともえ、ともえ。覚めちまった。氷室教官、至急所長室まで来るように。たまには体動かせ、いいな。ともえ、もう泣くなよ。鬼の氷室教官もあんたにかかっちゃ骨抜きか。どうやってあの氷を溶かしたのか秘訣を伺いたいもんだわね。京子さん、よしなよ。豊島の焼き餅はうっ。よく降るわね。これじゃ逃げよったって逃げられないのにね。おかしいと思わないのかしらね、この厳重な警戒。軍の基地や少年院じゃあるまいし、あんたここがグリーンシップがただのスタントマン養成所だと本当に思ってる？ここへ来て3ヶ月、あんたのお目目は氷室教官しか見てないのかね。とは言ってもやっこさんのお腹の底までは見えないようだけど、あいつはまともに女を愛せるような男じゃないよ。まあねんねにはわからないかもしれないけれどさ。大人の発言。クロ、ともえ御前、もうローラーは捨てたのかい？